はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ今回も SA センターやっていきたいと思います。というわけでございましてね、はい、今回も洞窟に行きたいと思います。今回はですね、必要なアーティファクトということで、賢者とね、暴食がなんかあのセンターのね、あの洞窟は何かこう2つのねアーティファクトが取れるなんかそんなね洞窟みたいになってて、賢者暴食ですかね。はい、今回そちらの方やっていきたいと思います。さあそれでは早速行きましょうか。急げ急げということでね、ですね、装備は、まあ、一応スキューバとグラップリングと手を冷蔵庫ね、また持ってきます。はい、こんな感じですね。で、パイ君ですね、パイロメインで、肩にはカオスが乗ってるということで、シャバ族組んでいきたいと思います。で、例によってね、座標だけ調べてきたので、場所だけね。はい、ということで、早速現場に向かいたいと思います。さあ、ここですかね。これだね。ですね、今いる場所が、ちょっと待ってね、こっちで見るか。ここですね。22の27ぐらいか。ですね。ちょっと広い範囲で見るとね、ここですね。はい。雪エリアのね、上の雪エリアの、まあ、上のとこっていう感じですかね。ここでございます。まあ、間違いないでしょう。これでしょう。はい。ということでやってまいりました。ちょっと待ってくださいよ。周り大丈夫かな？これ、カルカルとか、この辺いなかったっけな？今見た感じ、マンモスしかいないね。よし。オッケー。では、早速ね、いつもの準備をしましょうかね。さあ、それでは行きましょう。ですね、例によってね、またここ一切下見と何にもしていないので、全く初めて入ります。この中の状況がどうなってるかね、全く知らないです。では、行きます。っていうか、行けるんかな、パイロメインで、そもそも。いや、パイロメインで行けないことはないでしょう。なんか天帝の雰囲気と似てるんだね。さすが雪エリアの洞窟ということで。これ下に降りていけばいいのかな？なんか真ん中に、なんだろうな、あれ。まあいいか、行ってみるか。何もですね、今のところ出てきてないですが。あー、いる。いますね。あれ？あ、なんか天帝と同じような、お、またイエティ150か。天帝と同じような感じですかね。限界突破ではない、イエティ、ウルフ、まあじゃあ、雲とかもいるのかな。ははは、めっちゃいる。いた！よし。オッケー。じゃあ行きましょう。で、あ、もうこれね、下のフロアにもう着いたかな？あれ、もう行き止まりだ。ということは、水の中か。あれ、ちょっと待って、パイロメインでさあ、水の中大丈夫か？あそこになんかいるけど、まああれ無視でいいや。自分はスキューバがあるからいいんだけど、この水の中がさ、どれぐらい続くかによるよね。ちょっとでもまあ行くしかない。持ってないからな。とりあえず行くか。あ、これバリオニクスで来た方が良かったのかな。これ、でもさ、ここ別に海底の洞窟じゃないから、多分すぐ顔出せるよね、どこかで。待って。これなんかこっちとこっち両方行くとこあるな。なんかこれ行けそうじゃない？これ。ちょっとわかんない。こっちから行くか。酸素量注意ね。パイ君。なんだこれ。サメの歯みたいになってる。パイロメイン泳ぎも達者だね。犬かきみたいに。かわいいな。うわ、何これ。なんか白飛びしてる。めっちゃ眩しい。なんださあ、ちょっと待って。早く顔出すとこないかな、どっかに。360。400近くあったから、これ200切ったら一旦引き返そう。帰りのこと考えて。ん？あ、顔出せるね。ちょ待って。じゃあ、一旦そこで息継ぎできるから、先にこっち見ちゃおう。あれ？てか行き止まりか。あ、行き止まりだ。やった。じゃあ、ここ上がればいいね。オッケー。よし。じゃあ、これ一回顔出しましょう。おー、来た。わ、すごい。なんかさ、氷の、
氷の宮殿みたいになってる。めっちゃかっこよくない？さてと、これどこに行けばいいのかな。とりあえずあの人に聞いてみるか。すいません、どこに行ったらいいですか。はい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 、怒ってるね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 。150ばっかりだな。なんかあそこは怪しくない？向こう怪しいよね。あの上に行ってみる。まずはそこには行けそうかな。あ、ウルフ。あ、いけるね。これか。これだ、これだ、これだ。よし。ん？特にないのか。特に、あ、あるある。あ、道ある、道ある、道ある。え？大丈夫か？大丈夫だな。すごい、綺麗な道になってる。水晶めっちゃあって、はいはい、こんにちは。そうだね、メンツ的にはなんか、前回、天帝、あれ？これ、さっきの広場、あ、ここぐるっと回れるってことか。了解了解。さっきさ、今、あの前に見えてる、あそこからね、行って、ずーっと行ったら、こっち側に繋がってるってことだね。OK です。で、さっき道を聞いた二人がここに倒れてるから、OK、わかりやすい。じゃあ、こっちだな。こっち行って、この上と、わかった。じゃあ、まずこっちから行こう。ここに、なんか今、あ、ほら、雲がいるでしょ？そうだね。メンツ、同じだね。OK、OK。何やらそこ上にもありそうですね。結局ここか。こうなって、これか？これだな。こう上がって、はい、こんにちは。さあ、じゃあ、もうあったわ。あった。あれ？なんか、センターの洞窟ってさ、もしかして、優しいのか？あ、そうだ。スキューバー、もういい、外していこう。あー、なんかすごい、光が眩しいね。はい、ということで、これが、暴食ですね。やった。じゃあ、暴食のアーティファクト、ゲットします。はい、じゃあ、一応ですね、マロ君に持ってもらおうかな。OK。いや、めっちゃあっさりだったな。水の中ずーっと泳いで上上がってきたら、もうここにあったっていう風ですね。ちょっとじゃあ念のためさ、他にも見ていこうよ。戦利品クレートとかないかな。もうでもさ、これだけだよ、ここ。もうこれ、ほら、さっきのここぐるっと回ったとこでしょ？ちょっともう一回行ってみる？ほらほら、また雲湧いた。はい、ね、ほらほら、これもう繋がったよね。で、その今見えてる水のところから上がってきたっていう風だから、もうなんかこれだけっぽいね。戦利品クレートの見落とし、どっかにあったかな。これでもほんとさ、繰り返しになっちゃって申し訳ないんだけど、脇ポイントがさ、仮にどっかにあったとしても、その時に来た時に湧いてないとさ、わかんないよね。もうこれだけだ。いや、狭いっていうか、スペースはこう広いんだけどさ、ものすごくシンプルな作りだから。はい、もうこれだけですね。じゃあ、さっき水の中に入った時に、なんかもう一箇所行けそうな場所があったんで、そっち行くか。戻ってね。だからさ、待ってください。アーティファクトの場所がもう一回確認なんだけど、アーティファクトの場所が、あそこかな？あれか。多分あそこだよね。そうだね。この、なんかここね、ちょっと、せり出てる。ここにありましたね。よし。じゃあまあ、一旦、途中まで戻ってみるか。そう。なんかさ、この洞窟、その、賢者と暴食って二つ取れるみたいなんで、ということは、多分あの分岐
分かれ道でさ、行った方って、今暴食取ったから賢者の方なのかな。どこでしたっけ？あ、これか。よし、じゃあ、戻るぞ。さあ、じゃあ、パイ君ちょっともう一回泳ぐよ。3、そう、500からね、スタートね。OK、500スタートか。よし、ちょっとじゃあ、戻る方は分かったから、ただね、これ待って、どっちだったっけな。これは、こっちかな？あ、これですね。これだね。OK、OK、OK、OK。一回あれかな、分岐まで、分岐っていうか最初のとこ戻ったら一回上がった方がいいかもしんないな、これ。これだよね。なぜなら、この分岐の先の長さがわからないから。はいはいはい。このね、なんかサメの歯の間のようなところ抜けて、そろそろかな。まだ370。もうちょいか。距離的に。あ、これが最初の穴だね。一旦上がるか、念のため。ギスギして、それから行こう。あーですね。これ最初のとこだね。オッケー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 。よし、じゃあもう一度行きましょう。はい、そこまで来ましたね。で、さっき向こう行ったよね。だから今度こっち行ってみるか。おそらくこっちが、だからその賢者の方なのか？なお、似たような感じだね、これ。同じように、サメの歯みたいな、つららというか、なんていうかね、これがずっとあって、酸素量をよく見ながらね、今400。うわ、ちょっと待って、見えない。なんだこれ。光のバグか？あー、もう何も見えない、何も見えない、何も見えない。ちょっと待って、おい、やば。ちょっと何も見えないんだけど、どうすればいいんだ？まだ先か？あ、上にあるね。OK、上で顔出せるから。あ、もう行き止まりか。行き止まりっぽいな。よし、じゃあ顔出すか。はい、来ました。なんか似たような感じだけど、若干やっぱり、ちょっと違うね。よし。OK、似てるけど違うね。うん。ここはぐるっと回ってる。ちょっとね、これ倒す必要ないかもしれないけど、全部倒してきますか。ここもあれですね。なんか氷のさ、遺跡というか、なんかスタジアムみたいな感じだね。古代ローマのコロッセウムみたいなね。よし、オッケー。で、今ね、ぐるっと周りを回ったんだけど、何もなかったな。上に行くとこあるのかな？あそこなんか怪しくない？あそこあそこあそこ。あとで行けるかな？とりあえず、ここで良さそうだね。上と下か。上から行くか、じゃあ。はい、また、イエティジュニアがいるんだけど、まあ、無視でいいでしょう。あー、これ、下も絵も同じか。じゃあ、上から行く？これ、ずっと行ってみるか。お、繋がってるね。すごい、道が平ら。なんだ、この舗装されたような道。あ！これ、さっき見たさ、上が怪しいって言ったとこだね。あー、OK です。ないよね。これが出てきたところだね。よし、ここクリア。一個一個潰していこう。じゃあ、これ今戻ってきましたね。今上行ったんだけど、じゃあこの下に行けばいいのかな。下ですね。ここですね。特にない。よし、行こう。まっすぐ来ましたよと。おお、びっくりした。ちょっと待って、マジか。これめっちゃ下遠いじゃん。これ、どうするかだな。ちょっと待て。これ、オートモードで偵察行こうか。これ、めっちゃ深いな。待ってください。冷静に考えたら、これ、グラップリングでは上がってこれるよね。で、今、パイロメインで来てる。だけどさ、これパイロメインでここ上がれるかな。ティラコールだったらこれ間違いなく上がれるよね。壁ずっとね。パイ君、壁こすりでうまく乗る場所があれば、あ、でもありそうっちゃありそうだな。ここの下とか。蹴るか？行ったはいいけど、あ、グラップリングフック持ってるから、チャレンジだけするか。最悪、もし、
もしダメだったら、パイ君を、肩乗せにして、パイ君一旦肩乗せにして、で、カワウソのね、マル君をテンポットに入れて、で、自分一人だけになって、グラップリングフックで上がればいいもんね。まあ、それで行くか。じゃあ、やば、タマヒュン注意、行きます。タマヒュン注意。行きますよ。は。あ、怖っ。めっちゃ怖っ。はーい。よいしょ。かなりあるよ。え、大丈夫かなこれ、帰れるかな。まあでも、まあ、ダメだったら、今言った手順で帰ろうか。これ、どうかな。あー、かなりピンポイントになるっぽいな、これ。あ、いけるかもね。こういう風に来て、例えば次あそこ？ああ、ブルンブルンしてる、ブルンブルンしてる。向き変えて、ああ、ブリ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 。向き変えられるか？パイ君頑張れ。ジャンプして。あ、なんとかいけるかな？ちょっと帰りの心配先にしてからじゃないとね。なんとかいけるかもね、ご両親は。あーいってでもなるか。まあいいや、ちょっと先行くか。まあ、帰りのことは帰り、心配しよう。じゃあ先行きますね。道のり、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 道のり。ここは一本道か？何もいないな。おーっと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 、これ、また水の中入ってくのかな。いや、でもこれ、水深浅いね。っていうことはこっちでいいのか。やべ、落ちちゃった。まあ、いいや、見ていくか。ないね、特にね。金属鉱石と水晶があるだけ。ということは、ここです。こっちですかね。ん？何もいないのは不気味だな。あ、すごい。なんか広いところに出た。あ、あった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 。何このめっちゃ厳かな、すごいステージなのに。え、何もいないよ。何もいないよ。はい、それではね、見ていきましょう。まあ、これ、形状的にこれ、そうだね。間違いないね。賢者だね。はい、来ました。賢者のアーティファクトですね。ゲットということで。いやー、なんか、拍子抜けっていう、またまた拍子抜け第2弾って感じだな。アーティファクトに対する、こう、なんか難易度がかなり低いね。でさ、これなんだこんなすごい立派な場所なのにさ、何も敵も何もいないし、ね、アーティファクトの直前にさ、敵がわらわら湧いてて、そこをね、通さねえぞ、みたいな、門番的なのもいないしさ、何もないな。しかもちょっと待ってください。戦利品クレートも何もなかったんだけど、どっかに脇ポイントあるんだろうか。これさ、ちなみに今ちょっと思っちゃったんだけど、これ原油じゃない？これ。これ原油だよね。あ、原油だ。原油も出るんだ。はい、わかりました。じゃあまあこれだけということで、まあアーティファクトはじゃあまあ簡単に手に入るんだが、しかし問題はですよ。ちょっとこれはさすがに問題だな。ここをどう変えるか的な話だね。さあ来ましたよ。じゃあこのチャレンジしましょうか。まずあそこだよね。まずあそこに行って。これさ、なんかパイロメインね、これ、気のせいだったらごめんなさい。あのね、テームした、かなり前にテームしましたよね。あの時さ、この地面に足がついてる状態でも、このファイヤージャンプできたんだけどさ、なんか今、あ、出た。やっぱできるわ。失礼しました。気のせいでした、やっぱり。これね、どう、あれ？なんか今でもできないな。ジャンプせずに、の方が安定するよね。このまんま、ファイヤー、いや、ここはね、ジャンプして、あそこに行きたいね、あそこ、あそこ。あそこね、そこに行きたいんだよ。待って、これ、向きを往来して、変えて、よし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 。ここから、あそこに飛びたいね、ジャンプって、来たよ。よしよしよし、クライミング、クライミング。いや、これ、パイロメインでさ、そもそも、ここに
この洞窟パイロミンで来るあれメリットはないかも。普通にティラコリオで十分じゃない。あそこだね。今度あそこだな。パイロミンじゃないと困るっていうところが場面が全くなかったから、これはね一旦向こうにジャンプして切り返してこっちか、こういうイメージだね。来た。よし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 。テクイよ。もうちょいなんだけど、どこ行く？あっち行きたいね、一旦。じゃあ、これ、せっかくここまで来たからさ、決めたいね、もう。行きますね。あそこだね。あっちの方だね。だから、こう飛んで、こっち。あー、やったか？あぶね、ギリギリ。で、待って、耐えて、耐えて。あー、危ね。あいー、やべ。なんかうまく引っかかってくれたけど。おー、来た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 。さっきと同じ場所に来た。偶然。ルートをね、ちゃんと見つければいけそうだな。これ、ワンチャン、一発でいけるかも。待って、これもう一回、こっち飛び出して、反転して向こうへ飛ぶか。こっち飛び出してからの向こう。来た。よし。で、普通にジャンプして、ダメだ。あーい。はい。待て待て待て。ちょっとお待ちください。ちょっとお待ちください。ルートを変えよう。じゃあ、今度は左から行こう。ここから、待てよ。まずはそこに行きたいんだよな。そこに行きたいから、ここだね。まずここ。あ、それ乗れないんだ。普通にまずジャンプで擦ってみる。いや、足りないね。やはり右だな。右から登ろう。あそこ行って、まず。弾かれるね。はあ、これイライラする。これイライラするわ。ジャンプの、あそこ。これが弾かれる。ここ。弾かれるな。絶対帰るぞ。ここは普通に炎ジャンプだけで、その場からジャンプで。あー、届かないのか、ギリギリ。最初に行ったとき一番なんかうまくいったな。あ、来た来た。ここですね。まず一発目。これ、炎ジャンプだけでここ来た。もう一個上に上がりたいんだけど。まあいいや。で、次が、どこだ？そっち側なんだよな、どう見てもな。っていうことは、やはりこ、あそこどう？あそこあそこ。あそこか。あの上。あの上行けないかな？あそこ行ってみる？あそこに、行けるかな？これ、引っかかりそうだぞ。ジャンプ入れた方がいいかな、やっぱり。ジャンプ、それか、ジャンプ入れて反転向こうだね。それか、まず一旦そこに行くか。ここ。あーっと、惜しい。ちょっと弾かれた。はー、ティラコリオできた方がよかったかな。いやいや、頑張ろう頑張ろう。パイ君頑張るぞ。はい、ね、ちょっとジャンプの練習してたら、時間結構経ったんで、湧きましたね。二つ目取りに来た。もうこれでさ、あれですよ、カワウソをポットにしまって、っていうのがもうこれでなしになった。複数持って帰ろうと思ったら。うん、なんで、やはりパイロメインで意地でも帰らないといけない。なんだけどさ、これちょっとまた来るのめんどくさいなーっていうのが正直な気持ち。あ、まあでもいいか。次来るときはもう、ティラコリオで来ますか。の方が安定するな。ついでに戦利品クレートとかないかなーっていうので見て回って、よし。気分転換終了。じゃあもう一回壁登り行きましょうかね。もうルートをちゃんと見つけたらね、多分行けそうな気もするんだけど、問題はね、あ、危ない危ない。問題はさ、弾かれちゃうところだけね、難しいな。じゃあ、どっちから、まあ、とりあえず先、まず右側から行くか。右側行ってみて、この辺りで、引っかかる、ギリギリ、惜しい。それか、あれか、急がば回れで、こういう感じで、ちょっとずつ刻むってこと？いや、ダメだね。あの右上のあそこに上がりたいんだよな。あそこね。多分、カーソル合わせてるターゲットの位置が微妙にちょっと違うんだな。ちょっとずつ調整するか、奥にやったり手前にやったりみたいな。ちょっと奥目に入れてみる。
あ、これか。来た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 。わかった。あ、今までの中で一番いいとこまで来た。一発で。なるほどね。ちょっと奥目に入れてみるか。さあ、ここですよ。一回で、あそこなんだよな。次は絶対に、あそこに行きたいんだが、しかし、ちょっと待って、これ向き変えて、切り返し切り返し。めっちゃ狭いけど切り返して、OK。危ない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 。よしよしよし。こっち側に飛び出せるようになったから、向こうに飛び出して、反転の奥にカーソル入れか、もしくは右だな。あの奥だな。どっちがいいかな。あの右奥の方がいい気がするな。一旦まず右奥でやってみるか。こっちだね、じゃあ。いきますよ。ここからあの奥だね。あそこあそこ。あのあたり。厳しいかな。いきます。じゃあ、こっちが飛んでからの。あ、飛びすぎた。あ、来た。結果オーライ。もうあとちょっとだ。じゃあ、次は、とんでもない格好してる。これ切り返せる？ここ。これ、むずいかも。もうほら、前足しか引っかかってない。このままジャンプすると、壁に跳ね返って、あれになっちゃうから、あそこ行きたいね。向こうね。あそこあそこ。あの辺り行きたい、あの辺り。なんだけど、さあ、どうするこれ。後ろ足が。やべ、もういっか、ここから。ここから飛んでいきますよ。押し付け、向こうに、今画面の正面のところに飛び出して、左の方にカーソルね、行きます。こっち側入れて、あー、足りなかったー。あー、でもね、助かった。じゃあ、まあ似たような感じだから、こっから、そこ行けないかなー。よし、まずここね、まずここで、で、一気にそっち側チャレンジしてみるか。さっきこっから右の方から行ったんだけど、これちょっと一気に左に出してみるか。いますよ。から、飛び出して、こっち側。お、来た！よし。で、あー、来た来た！これもう帰れるわ。さすがに、よっぽどこれミスしなければ。もう、すぐそこだ。よし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 。3回で行けるってことか、じゃあ。行きますね。こっから飛んで、そこ。あっぶねー。帰ってきた。はい。ということで、パイロメインでも帰れます。3回でね。これどうしようかな。もう一回行ったら、また上がっ、でもね、再現性がないとね、あれだよね。おお、こんにちは。このところに。イエティがいた。再現性がないと説得力ないもんね。もう一回行くか。いや、ちょっと待って。その前にさ、こっち先見てからにしよう。あ、ちょっと待ってください。ひらめいちゃった。ひらめいちゃったぞ。もっと楽な方法。その前に、こっちがもう一回見に行こう。ひらめいちゃった。ちょっとね、今からね、試したいことがあります。やってみよう、それ。アーティファクトを、楽に大量に持って帰る。あ、これ何もないね。オッケー。よしよしよし。あのさ、肩にカワサが乗ってるから、パイロメインを小型化して下に行けないっていう風だったんだけど、あれさ、そもそもだよ。そもそも、下に降りた時敵何もいなかったよね。っていうことはさ、別にさ、パイロメインで下に行く必要ないじゃんって話。そもそも。だから、ここでパイ君をお留守番にして、パイ君こうお留守番で、さっきこう逃げていたよね。パイ君ここで留守番。まあ、念のためこれ中立にしておいて、念のためね。これでいいかな。パイ君ここで中立で待っててにして、で、自分がここグラップリングフックで飛び降りて、これグラップリングフック。ねえ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 、やっちまったわ。そもそもやっちまってた。危な。クロスボウ持ってきてない。とんでもないボンミスだ。フック持ってるけどさ、クロスボウ持ってなかった。やっちまった。危な。
いやでもね、その言いたいことは何かっつったら、パイ君をそこに置いておいて、で肩にさ、カオス乗ってるでしょ。でグラップリングフック刺して下に飛び降りて、で帰りもまたフックで帰ってくるみたいにすれば、まあいいって話だよ。それが多分楽じゃない？一番。はい、ということでバトワイテバスでありがとうございます。安定ルート確立しよう。まずは、こっちは間違いないと思う。まずそこに行って、その場ジャンプからの奥カーソル。はい、もうここは安定してきた。ここにね、一発で来れるようになってきた。次だね。これも、前にジャンプしちゃうと、なんかさっき行き過ぎたから、その場ジャンプで、その場ジャンプ、あの、方向キー入力せずに、その場ジャンプで、向こう。来たんじゃないこれ。だね、その場ジャンプだ。方向キー入力せずに、その場ジャンプしてからの炎ジャンプ。で、ここに乗れればもう帰れる。そこだから、ほら。これはね、いや、これもその場ジャンプだ。その場ジャンプ、一回ピョーンって飛んでからの、はい。完璧です。再現性バッチリあります。はい。もうルート分かった。ということで、もう一回行きましょう。はい。もう飛び降りるよ。もう何度も練習ね。よし、ヒュー。バチコーンと、OK。もうちょい前かな。この辺りかな。この辺りから行こうか。もう一回行きますね。その場ジャンプの、で、カーソルを奥に入れる。はい、来た。よし、OK。ここですね。ここ、この足場ね。で、向きをこの向きかな？この向きにして、今度は、あのあたりでしたっけ？なんかあのあたりですね、とにかくね。あのあたりに行けたら、って感じですかね。じゃあ行きますよ。こっからまた、その場ジャンプ、前に入れちゃうとあそこぶつかっちゃうから、その場ジャンプを入れていきますね。はっ！で、向こう。うい、来た、完璧。ここ乗りましたね。はい。で、次はもう、あそこです。なので、向きをちょっと変えて、ちょっとだけね、これぐらいにして、もう、これは前に飛び出す。いや、ここもね、その場ジャンプの方がいいかな。その場ジャンプで、で、いきますね。せーの、で、はい。ちょっと前に今飛んだ。はい、もうバッチリですね。1回、あれ何回で行きたい？今2回 ?1 回に、3回か。3回ですね。最初から細いとこに乗って、で、次に、その氷に乗って、ここですね。3回で来れますね。あー、ちょっとね、練習しなきゃいけないかもしんないけど、確実にパイロメインでも上がって来れるんでね。はい。もしよかったら参考に、足場とかね、飛び出す向きとかね。そのあたり参考にしてみてください。では変えるか。いや、戦利品クレート何にもないな。よし、戻ってきた。さっきのね、賢者の穴から入って、暴食のこっちまでね、息継ぎなしで一気に来たんだけど、来れましたね。あ、黄色クレート湧いてる。ここやった、取ってきますか。ここポイントありましたね。タラーン、ハープンランチャー、コンボとかかな。サドル出なかった。これあれだよね、ほらほら、アーティファクトのところの行く途中ですね。よし、オッケー。これもじゃあもらっていこう。あった、ここにもありましたね。この上だ。その水からね、上がってきたところの上ですね。2箇所あった。やった。さあ何が出るかな。おお、クロスボウ来た、ありがとう。はあ、これでグラップリングフック今使える状態になったんだけど、もう大丈夫。もうね、今はね、パイ君でいけますからね。いや、しかも待って、クロスボウの428って結構強くないか？思考のね、現物。ショットガンの429も出た。まあ、ポンショじゃないからあれなんだけど。クロスボウの428、もしかしたら自分が持ってるやつより強いかもしんない。はい。というわけでございまして、今回はね、賢者暴食の洞窟っていう風に言うのかな。賢者の洞窟、暴食の洞窟かな、わかんないですけどね。はい。今ね、右側に見えてるね、緑の方が、賢者のアーティファクト。そしてね、すぐ隣のものが、暴食のアーティファクト。ということでね、無事2種類取ってくることができました。これでね、ボス戦に必要なものが、1、2、3、4つ揃ったかな。なので、あと2つですね。あと狩人と大物っていう風になりましたね。ちなみに今回の収穫なんですけど、
サドルがね、育地用の177の、ね設計図、これはいいですね。カプロスクス193、使い道 あるかな。リキチンマイカラーズの、クロスボウですね。428のクロスボウ。これ当たりかな。うん。あとね、302のハープンランチャーとかね。でございました。あ、そうだ、ちょっとクロスボウ、一応見てみるか。持ってたやつね、491なので、まあ惜しいですね。はい。まあまあ、控え選手にはなるかな。491だったの。まあでも428強いですね。ということで、かなりいいのが出たと言ってもいいんじゃないでしょうか。はい。というわけでございましたね。今回ここまでとなります。それではね、また続きは次回ということで、次回の動画でお会いしましょう。